株式会社の平田です。取引先の会社さんでですね、ゲームの開発をやられているところがあるんですけれども、アナログのゲームを作られていて、でちょっと人が足りんということでこの前ご相談をいただきました。内容としてはプランナーさんが必要だっていうことなんですけど、9月ぐらいからこう自分のゲーム、アナログゲームのスマホ版が出ると。でただスマホ版の方は、世界観は一緒だけれどもほとんど中身は違うものになっている。でその時にキャラクターがたくさん出るので、キャラクターがたくさん出るゲームの、レベルデザインとかキャラクター自身の、そういう調整ですねができる人を、募集しているということです。で結構長めの案件になると思いますので、本当は正社員として の採用が一番嬉しいらしいんですけども、紹介予定派遣とかできる会社さんでもいいので、一度ご興味のある方はご連絡ください。